私より強い方に会いに行く。スパイファミリーとストリートファイター、同じ S と F のイニシャルを抱く2つの世界から、看板を背負った2人が今ここに激突します。勝ってアーニャさんに良いところを見せたいですね。そう語るのはヨルさん。一方で積み重ねてきた歴史をお披露目したい、そう言って自信を見せるのはチュンリー。業界を超えた頂上バトル、制するのは一体どちらなのか。スパイファミリー茨城でヨルフォージャー VS ストリートファイター6伝説の豪客チュンリー。それでは見ていきましょう、両者のドリームマッチ。さあ、火薬は総裁してくぐっているのは夜、ただチュンリーのこの蹴り技返している。チュンリーから仕掛けていくか、ヨルさんはしっかりと受け止めてから拾っている。さあ、これで画面端が近くなる。ここも投げを誘っている。非常に冷静ヨルフォージャー。さあ、チャンスになるぞ。チュンリーはどうするか。それでも投げている。さあ、投げを抜けるか。チュンリー反撃ののろしが上がった。さあ、空中で足技を切り出しながら今返してきた。ドライフラッシュ、遠くから攻めていく。さあ、体力差はあるが、インパクトを返しているのはヨルさん。見ていた、しっかり。これで KO、 1ラウンド目はヨルフォージャー。さあ、これを受けてチュンリーどうするか。その合格新客ビギュアどう見せる。さあ、うまくドライフラッシュを切り返している。スピニングバーまで往年の技がヨルさんを襲う。そこは防戦が続いているヨルさんだが、一歩ボカンしている。さあ、そしてここで大技が出たぞ。画面端まだコンボ続いている。天使の客まで、しかしこれはうまく切り返した。チャンスになるか。さあ、こっから連撃が始まる。怒っているかヨルさん。一気に画面端切り返して、さあ、チュンリーもなんとか切り返すか。バウンド抑制客から発見まで、おなじみのルートで決めてみせた。さあ、これで両者ラウンド取り合った。さあ、達人2人攻撃士を前にさらなる高みへ到達するか。スピニングバード、さあ、ここから画面端、先にチャンスを作ったのはチュンリー。しかしうまくジャストパリー取っている。ヨルさん、このままで終わらない。バウンドしているのはチュンリー。危ないぞ、インパクトスタシール。ヨルさんの冷酷な攻めが続く。画面端、アーニャ見ているか。これがヨルさん、これが強い母。しかしさあ、チュンリー切り返しての後ろから、さあ、ここは一気に強襲まで、大きく体力差ついた。ヨルさんピッチどうするか。さあ、対し蹴ってからの中段、これはパリで防いでいる。しかしここはマッチカウンター。さあ、ここからチャンスになる。倒しきれない、どっと残るか。さあ、どうなる最後。ガー、ここで相打ち、まさかのダブル KO。 お互いに切磋琢磨して磨き続けてほしいですね。ヨルさんとチュンリーの対決を記念して、ストリートファイター6のゲーム内にヨルさんのアバター衣装の登場が決定しました。詳しくはウェブサイトなどをご覧ください。次はゲームの中でお会いしましょう。この動画は実況 R でお送りいたしました。ありがとうございました。